ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、今話題の AppQ のスマートフォンの A01X についてご紹介したいと思います。で、この A01X の何が話題になっているかっていうと、発火するっていうことが話題になってます。この A01X はそこまで売れているモデルではないため、今のところ実際に発火事故が起きたのは4件だけみたいです。ただこの機種、もし Galaxy S7 ぐらい大量に売れていたとしたら、家が全焼するような大きな事故につながっている可能性があります。で、問題なのはこの AppQ という会社の対応が悪すぎるところで、実際にこの A01X から火が出たのは去年の9月の話なんですけども、その発火事故に対して対応が始まるのが今月末からということになってます。発火するタイミングっていうのが全て充電中っていうことが分かってますので、もしこの A01X を今使っている方はすぐに使用をやめて、充電は絶対にしないようにする必要があると思います。今回は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。